スタが茹で上がりましたよ。パスタだいたいさ、食べなくてもだいたい見りゃ分かるんだけどね。はいはい、ちょっとザルにあげまーす。よっ、うまいね、そもそものこのクリームパスタの味がうまいよ。ザルにあげました、はい、でこれあとは麺と絡めて食べるだけだからね。間違いなくクリームパスタうまい。ただこのアミガサだけをちょっと味わいたいよね。味わいたいよ。今ちょっとね、OK、ジャバーって入れてさ、火が消えんだよ、なんか振動でこのガスコンロはさ。もうこれで出来上がりだよ。うまそうだよこれ。うん、そうそう、これアミガサだけちょっとさ、食べてみようぜ。明るいよく分かるよこれ。ね、なんかさ、ホタテとか貝っぽいよ。貝っぽい見た目で、さっきも食べたけど食感もね、貝ひもっぽいんだよ。うん、普通にうまい。なんだろう、あ、わかった、ほんとね、キノコであってキノコじゃないみたいな。でも食感は、あ、何、噛み切れないんじゃなくて、噛み切れるホタテっぽいかな。ホタテの紐っぽいかな。うん、すぐ噛み切れんだけどね。味おいしいよ、かなりおいしい。これなんの味、出汁が出てるんだよ。椎茸とも違うし、おいしいぞ、間違いないな。ちょっと入れるよ。ちょっと待ってな、これいつもさ、このままさ、中華鍋を洗っちゃう性格してるんでさ、洗っちゃうよ。これいつもさ、ルーティンとしないとさ、洗い物溜まるじゃん、何かと。だから、あのスマットもたわしてガーッと洗っちゃうわけね。それで、鍋ね、茹でた鍋でさ、ちょっと一回洗っちゃうわけよ。あと何だろう、ヘラとかさ。そうするとさ、もうさ、食べ終わった後に洗い物ないんだから。ね、そうしたよ。手をちょっと洗って食べるよ、今から。いや、これね、ちょっとおこげがついちゃったね、中華だね。いや、なかなかね、おお、ちょっと見せようよ、かけらを。結構入ってるんだけど、混ぜちゃったから下に埋もれちゃってんだよな、これ。これはマギーブイヨンだよ。そう、コンソメじゃないんだ、マギーブイヨン。ほら、出てきた。ほら。この辺りをどさっと食べてみたらさ、もっとより味がわかるんじゃない？うん、これなかなかだよ。間違いない、今のところもすでに。ちょっと食べてみようか。これ、あ、できたの、これ。ここにほら、いっぱい。これ先に食べてみるよ。ね、ここ。うまい。うん。やばいよ、これ。閉めて。美味しいのっていうぐらい美味しい。お、これはね、やばいね。食べよう。でもさ、カメラ動かすの面倒くさいから、このまま食べるよ。食べたことないのに
流通してないのにうまいってのはレアじゃない、うん、でもね、闇が育つのはそっちゅうそこらにあるわけじゃないから、うまい、出会いだね、出会ったらだね、探しにはいかないけどさ、うまいよ、言えないよこれ。なんかね、アミガサだけ自体から出汁が出てるね。やばい、大成功やな。この前王子縛り食べて大失敗したから、大失敗、もう苦い苦ね。アミガサだけがうまうまだよ。うまうま。うわ、来た来た。うん、うめ。うん。これな、これアメガスだよ。かけら。もうちょっと大ぶりに切ってもいいね。でもいっぱい取れればだよね。一個だからね。あ、うまい。やっぱりね、噛み切れるホタテの貝柱感だよ、食感は。で、噛むとなんか汁が出てくるんだよ、これがいいだし、うん、でもなんかある他にって言われると思い出せないんだけど、似たものはね、うん、見た目なんかただ灰茶色のなんかさ、こう謎の物体でこれ入ってたらさ、避けそうな普通の料理だったら何これってなるじゃん。うまいっていう。なんでこの前のさ、王子縛りの時とも顔が違うね、俺の。うまいでしょって顔してるじゃん、これ。ほとんど言ってもしょうがないからね。うん。でもこういうことはめったにないと思うよ。中で取ってきて美味しかったっていうね。いやいや、なめことかさ、そういうのは太ってきて美味しいだろうけどさ、そうじゃないさ、そんなに有名じゃないじゃん、アミガサだけを食べるってこと自体はさ。ところでさ、俺確かに100度で10分さ、サイトに書いてある通りに煮沸をして毒を抜いた気持ちでいるの、今んとこ。これどうする、後になってさ、あってなったら怖いよね。今あの朝食食べよ。だってさ、湯気もやばいって言うんだからさ、猛毒じゃなくてもそこそこやばいよね。本当にうまいな。このクリームパスタにマギーブイヨンと生クリームと塩コショウだけなのね。今バター入れたけどさ、違うものが出てるもん。違うものが10分煮たのにまだ出てたと思うよ、なんか出汁が。それがね、何とも言えない美味しさなんだよ。味わいたいよね。ほらほら、うん、ね、もうなんか見たらさ、なんかチーズみたいなさ、なんかチーズキンのかけらみたいなさ、地味なさで食べるとだから身はちょっと少なめだけど、まあ一つが大きいじゃない、このぐらいあるじゃん。もうちょっと大きく切っとけ、ちょっと小さく、毒にビビって小さく切ったんだよね、火が通るようにさ。もうちょっと大きく切ってもいけるね。ただまあこの食後さ、
明日ぐらいにさ、なんか体調悪くなったりさ、倒れたりしないこと祈る。うん。ああ、会長。これ、これマギー分野残り。分かったマジで。海鮮けそ。最高でした。うん。ごちそうさまでした。